司馬さんにとってこの人の話し方いいなって思う人って例えばどういう人ですか？経営者の方だと豊田章男さん。おお、うん、大物がいきなり来ましたね。トヨタの EV の新作発表会の時に、うん、会場を歩き回りながらここでお披露目ですって言ってジェスチャーつけて目線まっすぐできると。おジョブスのね電気の中で、はい、リアリティディストーションゾーンって言葉が出てきて、うんうん、ジョブスの周りだけ現実が歪むっていうか変化するっていうか、だからジョブスって言葉の力で世界の見え方を変えられる。もう今までこういうふうに見たんだけど、あれ気づいたらちょっと世界って違うとこだったのかもねっていう。なんか弁論大会で3回優勝した。そうなんですよ。すごくないですかそれ。どういうこと？ありがとうございます。今日なんかもうちょっと遠近感が変でしょ。顔の大きさ同じところに座ってますから。私ちっちゃいだけなんで。いやでも本当にでも話し方って何なんですかね。森さんもご自身でもともとお話をすること自体は最初は苦手だった。僕は30歳ぐらいまではコミュニケーション障害ですね。今日だから東京大学の本郷キャンパスで撮影してますけど、はい、ここのキャンパスに9年間いたんですね。学部を2回、はい、物理学科と法学部って2回やって、それから大学院5年いたんで9年いたんですけど、はい、その頃は本当にコミュニケーション下手くそでしたね。いやもう今から全く想像できないんですけど、森さんはどうやって今の伝える力を得てきたんですか？実は脳科学では、はい、そのカリスマ性がある人の分析っていうのがあって、これが面白くて、はい、今ここに集中するとか、あと自分が今何感じてるかを集中する、それからオーディエンスに集中する。だからなんかカリスマ性っていうとなんか押し付けるっていうか、なんかこのなんていうかな、うん、一方的に言うように思いますけど、実はいわゆるマインドフルネスとか瞑想とか、ああいうことで言われてることとほぼ同じことが人を引きつける話し手にはあると、まあ、いうことが脳科学では言われてるんですけど、はい、やっぱりそういう知見なんかも自分が話す上では役に立ってるかもしれないですよね。ただおっしゃるように場数と、あと僕の場合落語をたくさん聞いてたんで落語のリズムとかが役に立った気がするんですけど、ただね、僕千葉さんにすごく質問があるんですけど、はい、テッドっていう世界中からそのスピーチが上手い人が集まってきて、ね、はい、まあ、大抵みんな上手いんですよ。時々なんかすごくぼっくとに喋って心を打つスピーカーとかも出てくるんですけど、うん、そういう人柄みたいな要素ってどうなんですか？あると思います、うん、事実もうこの話し方だけ目指せばいい、うん、だと世界は壊れちゃうと思うんですよ、うんうん、スピーチも実際チャット GPT で書いてますっていうようなお客さんもいらっしゃったりするんですよ、うん、最近。ただやっぱりチャット GPT だとそもそもその人が話す意味っていうのをなかなか見出しづらいっていうふうに私考えてます、うん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 、プレゼンとか商談も全部そうだと思うんですけど、 A さん B さん C さんが話して一緒ってっていう話をしてもあんまり意味がないというふうに考えてるんです。確かにその A さんがそれを使ってみてよかった、こういう感情になった、だからあなたというこういう人に勧めたいっていう気持ちや経験や価値観があって初めてそのものって際立ってくると思う、うん、でそうなってくるとね、ほらお仕事の一つとしてスピーチライトされていらっしゃるじゃないですか、はいはい、なんか某注目政治家のスピーチライトもされたんですよね。公表できる範囲内でどなたの、はい、例えば富山県知事の新田八郎さんですとか、うんうんうん、品川区長の森沢京子さん、最近だと26歳で芦屋市長になられた高島亮介さんですとか、はいはいはい、私たちのスコアリングとかあとトレーニングっていうものを使ってくださって、あ、それで芦屋市長になれたんですか？あ、ちょっと今カメラ目線で見ていいですか？芦屋市長に26歳の方がなれたのはこちらのトレーニングもあったと。それもあったというふうに事実だからね。トレーニングしたら事実だからね。岸田さんももしよかったらトレーニング受けてください。もちろん話し方ってすごく能力の一部だと思うんですけど、会社作られてて、はい、スコアリングするじゃないですか。 あれってちょっと差し支えない範囲で話すことっていうのを内容と話し方の2つに分けるんですよ。なるほど。内容はもう独自の採点方法で、この順番で話すと分かりやすいよねとか、はいはい、ストーリーテリング入ってるよね、うん、事実の情報をうまくかいつまんでるよね、うん、話し方は音声情報と動作情報っていうものに分けているんですよ。あ、そうなの？そうなんです。音声情報って森さん抑揚っていうことがよくお聞きになると思うんですけど、はいはい、これもスピードや大小、声の高さ低さっていうものとかにたくさん分解できるんですよね、うん、こっちは AI で
採点をして、そうなんですね、今どんな特徴かっていうのをわたっくりやすくしてるっていう感じなんです。今の千葉さんのお話伺ってるとすごく入ってくるんですけど、なんか世の中には本当に立派なこと言ってるのかもしれないんだけど、一向にこっちに伝わってこない方っていらっしゃいますよね。残念な方っていうか、そういう方がスコアリングサービスを受けてこうやれば良くなるんじゃないんですかってことを提案できるっていう、まさにことですか。でもさ、なんかこれおそらく見てる人は言うと思うんですよね。いや千葉さん15歳からね、はい、そういう弁論大会とか優勝とかしてるから、もともと才能があったんじゃないんですかとか、全く私は才能があるタイプじゃないんですよ。じゃあ才能がってか、あんまり話し方下手くそな人でもトレーニングすれば上手くなる。あ、そうです。むしろそういう世界にしていきたいんですよね、私は。千葉さんにとってこの人の話し方いいなって思う人って例えばどういう人ですか？経営者の方だと豊田章男さん。大物がいきなり来ましたねそうですか。どういうところがあって、豊田さん身振り手振り含めて、全体をどう盛り上げようかっていうのを考えている方だなと。なるほどなるほど。トヨタの EV の新作発表会の時に、会場を歩き回りながら、ここでお披露目ですって言ってジェスチャーつけて目線まっすぐできると。で、いろいろとお話を聞いたところ、結構ご自身でもかなり訓練をされていらっしゃる。あ、そうなんですね。でも確かにおっしゃるように、経営者っていうのは社員の方に自分の言葉で会社のビジョンだとか、今流行の言葉で言うとパーポスとかね、そういうのを伝えなくちゃいけないから、これものすごく大事なことだと思うんですけど、僕なんかやっぱりスティーブ・ジョブズですかね。世代的にジョブズはやっぱりすごい人だったなって、茂木さんが思うジョブズの凄さはどこにありますか？ジョブズのね、伝記の中で、リアリティ・ディストーション・ゾーンって言葉が出てきて、ジョブズの周りだけ現実が歪むっていうか変化するっていうか、だからジョブスって言葉の力で世界の見え方を変えられる。もう今までこういうふうに見たんだけど、あれ気づいたらちょっと世界って違うとこだったのかもねっていう。この業界で働いてると、スティーブ・ジョブズのスピーチってもう遥か昔のものも何度も掘り起こされて解説されるんですよ。例えばコレクティング・ザ・ドッツですとか、 iPhone の新作発表会の時もそう、3つの機能が1つに合わさって初めて iPhone ができますっていうようなところとかも、商品の説明、売りたいっていうだけじゃなくて、そもそもどんな世界を成し得たいのか、それを自分の角度でどう切り取っていくのかっていうところが非常にこう巧み。そういうのを言うと、やっぱり日本人って国際的にこれからね、スピーチの能力を磨くことで、なんか世界の繁栄とか平和に貢献できるようなことができるといいですね。いや、そうなんですよね。海外のやっぱり大統領とか首相の話を聞いたときに、どういう社会を作っていきたいのかっていうのが現れていると思うんですけれども、日本ってなんとなく事実事項、大切なものを並べて、初めはなんとかです、今日は何について話します、以上です、みたいな感じで終わっちゃうので、聞いててつまんないなって思っちゃうこともある。そうじゃなくて、言葉っていうのは本当にその人の人生をも変える可能性があるんだっていうところに立ち返ってみると、もっとこの時間を有意義に使えると思うんですよね。なんかやっぱり自己肯定感がね、出てくると思うんですよね、うまく話せるとね。だから国際比較で日本の若者は特に小学校に上がった後、自己肯定感がずっと下がっていっちゃうデータがあるんですけど、話すことがちゃんとできたら自己肯定感を上げるとかいうことにもなるかもしれませんしね。いや、そうですよね。私もやっぱり自分が伝えられるんだって、それを伝えてよかったよって言ってもらった時にどんどん成長できた、それを人としてっていうのは、そういうのはやっぱり脳科学的にも伝えるということですね。あと脳って面白くて、実はアウトプットしないと自分とはコミュニケーションできない。だから自分が何を考えてるかも、言葉にして初めて分かるので、自分を映す鏡みたいなところあると思うんですよね、スピーチって。そういうことないですか？話して初めて、あ、私こういうこと考えてたんだみたいな。めちゃめちゃありますね、私の場合は。この仕事しててもやっぱり人に話して初めてこうだったんだって思うことあります。やっぱり自分の言葉って自分の鏡なんだけど、相手によってまた出てくる言葉も変わるから、そういう意味で言うと本当一期一会だなっていう思いますね。ぜひイマジネ大学スピーチ学部学科長としてですね、これからもご指導をお願いしたいなと。よろしくお願いいたします。伝え方磨きましょう。はい